販売用先生です。2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一となり1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の販売用先生です。2017年は第2ですね。現在ズルトレーダーは FX 統一となってます。ですね、私がね、東京大学の、将棋部のキャプテン、主将を、ね、昔にやったことがあるということをちょっと説明いたしましたけれども、それから神奈川県、日本将棋連盟神奈川県厚木支部で、19歳で将棋の名人を取って県の新聞に、厚木の新聞に載ったことがございます。それから松下労働組合で、将棋のチャンピオンになったこともあります。そういうことでね、経歴がいろいろありましてね、私は、高校までに和光大学文学部を勉強卒業しちゃってますね。それで五郎さんのお父さんがね、学長やってましてね、和光大学のね、家にも来たことありますし、私は学長の家によく行きました、勉強しに行きましたね。高校生の時に和光大学のね、学長の家に行ってね、よく勉強をね、ここまでに大学の勉強ということでね、習いに行っておりました。で、卒業しちゃいました、ここまでにね。それからね、また理数系の大学も卒業してますけども、で、大学の先生の資格も取ってますね。4年の大学で博士以上卒業しちゃってますね、4年の大学ね。よく博士のね、鑑定もしておりますね、審査もしてます。博士号の、ね、審査で、ね、私がね、世界中の大学でね、してます。で、そういう経歴でね、私はそういうもんですから、同じ真似してはダメです、勝てませんっていうことですね。同じやっても勝てません、各自のやり方ね、でないとで、絶対勝てませんというぐらいですね。ただ一応ね、その最先端上のね、レベルということでね、こういうふうなことでやってるということは知っとかないとダメです。